マルハバーン。ということで、今回はウイクラスペシャル編やっていきたいと思います。現在104年目ですね。104年目の、ウイクラスペシャル編をやっていこうと思います。まあ、クラシックマスターズが開幕されましたんで、マスターズをねやっていこうかなと思います。まあ、これ1試合だけですかね。はい、1試合だけですね。それでは、あ、これ余裕勝ちだな。これは勝ったよ。これは悪いけど勝った。これは間違いなく勝ったじゃない？はい、ですね、まあどれでやっていくかですよね。問題は相手のフォーメーションがどんな感じかを見てですね。まあ442なんでどうしよっかなって考えたときに、まあこれでもいいんですけどね。まあやっぱり1かな。1でどれだけやれるか見ていきましょう。はい、それではですね、今回はグレッグ・フォスっていう方のですね、話だったり、まあ、考え方っていうのを、情報共有していきたいなと思います。まあ、この方はですね、カナダとアメリカで32年間トレードクレジットを行ってきた、まあ、経歴がある、方なんですけど、クレジット市場に関するさまざまな、分析を、されている方ですね。そして、クレジット市場こそが、まあ、最もね、重要なマーケットであると、考えているといったところで、まあ今回はその債券価格と金利のさまざまな仕組みについて、ちょっと、共有していければなと思いますので、ぜひ、最後まで聞いてもらえればなと思います。はい、まあ、彼はですね、これまで何度も、クレジット市場の危機というものを経験、してきました。まあ、クレジット市場がうまく機能せず危機に陥ると何が起こるかというと、まずは株式市場が崩壊すると。これはさまざまな金融危機を通して何度も経験してきたそうです。クレジット市場は危機に陥る前に警告のサインを出します。したがって危険が近づいているということが分かります。クレジット市場が大切なのは、たとえ株式市場が上昇しているような局面であっても予兆となるサインを出してくれるからということですね。はい、で、世界で最も、リスクのない借り手と呼ばれる、米国債ですね。はい、クレジット市場をこう、まあ、そうですね、世界で最もリスクのない借り手と呼ばれる米国債ということで、まあね、結構米国債、買ったりとか、する人も、たくさんね、投資をしている人であれば、いるとは思うんですけど、まあ、クレジット市場を構成するものは、様々ですが、政府の、借まあ、借入金、まあ、貸入金っていうのかな、借入金なのか、まあ、州や、市町村といった、まあ、地方自治体のね、貸入金、住宅ローン、担保証券、銀行ローン、そして、まあ、企業など、ありとあらゆるもので、まあ、構成されてますよね。はい、一般的にクレジット市場というのは、国際市場から、まあ、スタートしますよ。はい、で、アメリカの場合、基本的な、借り手は、米国債と、いうことになりますよね。で、米国債は、世界で最もリスクの、ない借り手と、称されていて、他のあらゆる、資産の金利は米国債を元にして設定されていますということで、まあ、思ったことを言っているんですけど、常にね、重要のある、
債券市場といったところで、債券市場が成長するのは需要があるからです。債券には年金基金などからの需要もあるし、投資家からの需要もありますと。投資家は契約上の返済義務がある資産に自分の財産を投資したいと思っています。まあ、このように債券には常に需要と供給があります。債券の需要は一般的に金利として設定される価格に左右されますといったところです。はい、中央銀行による悪巧みというところで、一体いろいろ天順君、金利というのは借り手が貸し手に支払う契約上の利息です。借り手として考えられるのは政府や企業などですが、政府と他の借り手の違いは、政府のバックには中央銀行の存在があるということです。まあ、つまりはですね、政府による借入れ金なのか、借入れ金の金利は中央銀行による市場操作が可能です。例えば中央銀行は米国債を買うことができますが、ここで問題となってくるのは、中央銀行が金利支払い日を操作したり、リスクフリーレート、無リスク金利といった誤った、借り入れ水準を設定したりできるということです。中央銀行によるこのような操作は、さまざまな種類の債券市場や株式市場に影響を与えます。また債券の割引率も株式に影響を及ぼす。まあ、こういった市場操作ははっきり言って中央銀行による、悪巧みということですね。借金スパイラルに陥る、政府ということで、借金スパイラルとはお金を、借りすぎたときに起こる現象です。政府がこのような借金地獄化で、借金地獄化での経済を何とか維持するには3つの選択肢があります。まず1つ目は増税をすることですが、これは一般国民には不評な選択肢です。2つ目の選択は支出を削減することです。しかしこの選択肢は政治家の勘で不評です。3つ目の選択肢は非常に簡単で、お金を増刷、印刷することですね。はい、14% から 1% 以下まで下がった米国債利回りということで、私がトレーディングの仕事を始めた1988年当時、米国債の利回りは 14% でした。当時の米連邦準備制度理事会、FRB って言うんですけど、FRB 議長を務めていた、ポール・ボルカーはインフレを止めることに固執していました。インフレを止めるには金利を上げる必要があったため、一時は利回りが 18% まで上昇したこともありました。しかし私がトレードを始める頃には 14% まで下がっていました。その後1988年から2020年までの30年間で米国債の金利は 1% 以下にまで下がってしまいました。実際には 0.6% で底を打ちましたが、金利が下がったことで、債券のクーポンが減り、投資家の得られる利回りが減りましたよと。結果として借り手だけが低金利の恩恵を受けたことになります。借り手としては低金利は嬉しいものです。しかし貸し手である投資家にとってはそうはいきません。もしも貸し手が預貯金や債券ファンドからの収入を期待していた場合は、とんでもない被害を被ることになります。債券価格と、金利の関係ということで、金利がこれはね、どうしようかな、デンベレもいいけど、フェリップ、
そうかな。イスコ入れていこう。はい。債券価格と金利の関係ということで、金利がね、14%の時に、債券を購入した人は14%のクーポンを受けることが、受けるというか、クーポンを得ることができますよね。金利が14%から10%に下がったとします。金利が下がると債券の価格は上がります。そうすると、金利が14%の時に購入した債券の価格は上昇します。14%のクーポンの価値というのは、10%で発行しているよりもはるかに魅力的だからです。債券とは将来の一連のキャッシュフローの契約上の義務です。債券でキャピタルゲインが得られると思っている人がたくさんいますが、これは誤解です。債券を売却して実際に得ているものはキャピタルゲインではなく、キャッシュフローの前倒しでしかない。もしも購入時、金利が14%だった債券を売却して再投資しようとすれば、14%よりも低いレートで再投資をすることになります。長年にわたり債券でキャピタルゲインを得たという人たちがいますが、実はただ金利が下がっていたというだけなんです。ね。そういうことなんですね。で、金利が上昇したらどうなるか。多くの人にとっては想像がつかないことかもしれませんが、米国債がデフォルトを起こす可能性はゼロではない。2021年の米国債金利は上がっています。1.25%だった米国30年債クーポン。30年国債の、アメリカクーポンは2.72%相当まで上昇しました。逆に言えば、2020年に発行された債券は、翌年発行されたよりも、発行されたものよりも、1%以上もね、金利が低いことになりますよね。この金利上昇を経験した人たちは、たった1年で25%もの価値を、失ってしまったといったことになります。計算によると25%減ってしまった元本を取り戻すには18年分のクーポンが必要になります。この考え方はデュレーション、平均回収期間や、コンベクシティと呼ばれるもので、債券に関する非常につらい計算です。クーポンの支払いは契約上の義務であり、その金利は債券の保有期間中ずっと固定されているため、このような考え方になるものですよと。クーポンレートはどのようにして決まるのか。クーポンレートを決めているのは市場金利です。米国、財務省は定期的に30年債を入札していますが、クーポンはその時の市場の実勢金利によって決められています。投資家はみんな高いクーポンを手に入れたいと思っていますが、市場金利に対して一定の高さまでのクーポンレートしか、出てきません。こうしてレートが市場によって決められてしまっているため、高いクーポンを手に入れることができないという、仕組みに、なっていますよと。そもそもなぜ、債券に投資をするのかといったところで、人々が、債券市場に参加するのは株式市場に100%参加することができないからです。投資アドバイザーが通常使うようなポートフォリオも、40分の60モデルという呼ばれるものがあってですね、60%が株式、そして残りの40%が債券で構成されています。40%の債券の中には、国債や地方債、社債、そしてハイイールド債などのいろいろなものが、あります。ハイイールド債はデフォルト率が高い債券です。デフォルトを起こしてしまうと、ほぼ確実に損すると。しかし、そんなハイイールド債でさえ、今では4%程度の利回りしかないです。これはとんでもないことです。今までハイイールド債を扱ってきた経験のある私から言わせてもらうと、こんなものはハイイールドではないということですね。いや、ハイイールドで4%はちょっとやばいよね、本当に。もう本当に、時代ってもう変わってるんだなって、やっぱりひしひしと思いますね。そして、デフォルトする、政府といったところで、政府もデフォルトに陥る可能性があります。その場合は国民が付随する損害を受けることになります。政府はお金を印刷できるから債務不履行には陥らない
というのは全くの迷信であり、決して事実ではありません。ベネズエラやアルゼンチンなどの政府が実際にデフォルトを起こしています。これは歴史的な事実です。それから私がちょうど債券投資を始めた頃の話ですが、ブラジルとメキシコもデフォルトに陥りました。ちょっと今日カミカミだな。はい、当時のアメリカ財務長官であった、ニコラス・ブラディ氏は、ブラジルやメキシコといった第三世界の国々に銀行が貸し付けた債務を立て直そうという計画を立案、しました。でですね、お金を借りるというのはとても、楽しいものです。お金を出してくれる人がいるので、プロジェクトを進めたり、雇用を創出したり、景気刺激策を取ったりすることも、できます。しかし、そのお金を返さないとなると、一転して困窮にあえぐことになってしまいますよね。で、国がデフォルトに陥ってしまうと、国民の教育や医療が危うくなります。G7 諸国では、政府のデフォルトはほとんど見られませんが、実は他の国では日常的に起こっていることだったりします。クレジットデフォルトスワップっていう、まあ、CDS っていうものが、ね、あるんですけど、まあ、それは一体何ぞやってったところをね、話していきますよ。いわば、発行体のデフォルトに対する保険のようなもので、基準となる資産がデフォルトした場合に守ってくれる保険の役割を果たします。まあ、住宅保険や火災保険をイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけども、保険に加入すると毎年一定の保険料を払うことになりますよね。デフォルトに対する保険、プロテクションにも市場や借り手のリスクを応じて設定された一定の保険料、まあ、プレミアムがありますよね。で、例えばカナダはソブリン債を借りていますが、カナダの保険市場では国のデフォルトリスクに対するプロテクションとして期間5年、年間 0.37% というプレミアムが設定されています。これはつまり、債券の購入者は約1000万ドル相当の債務に対するプレミアムに対して、年間3万7000ドルを支払わなければならないということです。まあ、保険販売者はこのようにプロテクションの売り手としてプレミアムを徴収する代わりに、デフォルトが起こった際には保険金を支払う義務を負うというわけです。カナダは非常に高い格付けを受けているはずなのにもかかわらず、市場におけるプレミアムは 0.37% と、まあ、高額なんですよね。市場が格付けとは全く逆のシグナルを出しているということですよ。もしも保険の売り手が大手ヘッジファンドなどで5倍のレバレッジをかけていたとします。5倍のレバレッジを使えば、プレミアムとして徴収した 0.37% をおよそ 2% の利回りで運用することができます。2006年、リーマンブラザーズで、クレジットデフォルトプロテクションは 0.079% で取引されていました。リーマンブラザーズの、1000万ドル分の債務に対するプレミアムとして9000ドルを払うことという、まあ、計算になるんですよね。まあ、その後、リーマンブラザーズはデフォルトに陥り、9000ドルのプレミアムは600万ドルもの価値になりました。保険料率は、資産のデフォルトリスクに応じてどんどん上昇し続けます。リスクが高くなればなるほど、より高いプレミアが課されるようになる。ということですね。はい。それでは、信頼とは何かといったところで、まあ、例えばカナダへ融資をしている外国人がいるとしますね。この人はカナダドル建ての債券が大量になりすぎていることに気づけば、プレミアムを支払うことでプロテクションを手に入れ、少しでも損失可能状態を軽減したいと思うはずです。このような場合は、市場にいるプロテクションの売り手からデフォルトプロテクションを購入することができます。売り手としてはマーケットにおける巨大なプレイヤーたちが考えられます。例えばゴールドマンサックスといった大手グローバル投資銀行などです。まあ、このようにして市場において様々なリスクプレミアムが開発されて調整されています。こういったプレミアムが取引されているという状況が起きているのは
疑問視されているからです。信頼というのはとても難しい言葉です。実は本当に管理が必要なものは信頼ではなくリスクなのです。一般市民は政治家がお金をたくさん借りているのは市民のためのことなのだと思っているかもしれません。しかし貸し手側からしてみれば、お金を貸せば貸すほどその国の債権リスクは高くなります。つまりもしも国が蛇口をひねって水を出すかのごとく借金を続ければ、その国の債権リスクはどんどん高まるということです、はい。で、クレジットスプレッドとはといったところで、クレジットスプレッドっていうのは何なのか、資産のデフォルトリスクを示すもの、ある資産の金利を国際金利と比較した際にリスクの度合いの違いから来る利回りの差がクレジットスプレッドとなります。デフォルトリスクの高い資産になればなるほどクレジットスプレッドは大きくなります。米国債、国庫短期証券や5年債、10年債、30年債を、米国債を無リスク資産として、これを基準に、リスクフリーレートが設定されますよね。で、例えば、アメリカの、ある種税制状態が悪くリスクが高いとします。そうするとその州の発行する債券は米国債と比較してデフォルトリスクがはるかに高いということになります。このような場合その州のクレジットは大きくなりますよねっていう、そういう考え方ですね。考え方っていうか、そういうふうに、仕組み化されているということですね。で、債務超過に至った、陥った銀行といったところで、カナダ最大の金融機関であるカナダロイヤル銀行でキャリアを、スタートさせてる、ということで、この辺はあれですね。銀行は巨大すぎて潰せないっていう、ことがあるんですけど、世界中にある大手グローバル銀行の秘密は巨大すぎて潰せないという事実上の仕組みがあるということです。この巨大すぎて潰せないという概念の存在に遅かれ早かれ人々は気がつくでしょう。銀行にはいざという時のためのバックネットが存在し、これは投資家にとって暗黙の了解となっています。国の提供する預金保険に加入している銀行の預金者にとってもそうです。銀行に投資しているこのような人々は銀行は巨大すぎて潰せないと考えているのです。暗黙の了解のバックネットとはズバリ政府によるお金の印刷です。政府はいざとなったらお金を印刷して銀行を保護することができます。政府による法定通貨の印刷によって生み出されている一連の状況はとても疑わしいものです。しかも非常に長期間にわたって続いているということですよ。ちょっと長くなりましたけどね、ちょっと試合もね終わったにもかかわらずちょっと話を続けちゃったんですけど、こんな感じなんですよね。ちょっとまとめというよりはですね、こんな感じで、今回スペシャル編も、終わっていこうと思います。銀行は潰せないそうです。そうだよね。だからこそね、やっぱり、いろんなっていうか、国民全体がですね、やっぱり金融に対しての知識をやっぱりつけるっていうことが非常に大事なんだなっていうふうに思います。やっぱりそれは、投資して、自分がお金を儲けるためだけではなくて、やっぱり国、やっぱり自分たち一人一人が、国をどうしていくべきなのかっていうのもやっぱり個人が考えた、それを考えたところでどうにもならないんですけど、やっぱり一人一人のその意識が、意識によって時代の方向っていうのも変わってくるのかなっていう、時代の方向が変わってくるっていうのは
まあその時代が流れていく方向が、変わっていく、まあ、例えばなんでしょうね、まあみんなが例えばね、例えば暗号資産とかに、興味を示す、または、そこにねどんどん、市場参加者が増えていって、まあ興味を示すことからまず、何事も始まりますよね。まあそこだったり、まあ金融お金のことに対しての興味とかをです、お金のことばっか話すことはどうなのかっていうふうに、思う人は中にはね、いるとは思うんですけど、まあそれでもねしっかり向き合うっていったところが非常に、大事なところであって、そこを、みんなそれぞれが考えていかないといけないのかなと、ちょっと個人的には思いました。はい、そんなところでまあね、ただただ何のために銀行にお金を預けるのか、まあそこをねまずは疑問を持つことが非常に重要になってくるのではないのかなというふうに思いました。それでは、次回の動画も、お楽しみに。バイチュラス。ちょっと今回は何もかも調子悪い。